あー雨だねー、なんか雨が降ってなんか寒いなー、寒いね。こんな日はなんとなく心がどんよりするよねー。あーどんよりするよ、どんよりするよー。あ、久しぶりです。ミニシタイ君ってば。え、呼んでるよ、呼んでるよ。どこ？ここだよ、ここ。スタイ君、君は？そうだよ、僕妖精だよ。うん、ちょっと妖精さん久しぶりだね、うん、カレー以来だね。いいのかなっていう妖精さんだね、うん、僕はある意味君を毎日見てるよ。え、ってことはあれやこれも見られてるってことなのかな。ちょっと怖いですな。やばいよ。え、あら、スタイ君さ、最近書き込んでいる食材、うん、なんか気づいたことないかな。なんだろう、気づいたこと、なんだろうな。カラーだよ、カラー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 。大君が最近作っている炊き込みご飯、すごくね、綺麗な色をしてると思うんだ。あー、綺麗な色だったね、確かに。この色とか黄色だったもんね。そこでね、僕、提案があるんだけど、色のつくご飯を今回も作ってみない？色のつくご飯？僕が用意したから、これを見てよ。わっ、これはご飯ですよ、じゃないか。ご飯ですよ、シタイ君大好き。真っ黒になるんだよ。炊き込んで、見てよ。うん、なるほど。シタイ君、ちょっとお腹も空いてきたしな。ということで、ご飯ですよ入れて白米を溶いたら黒い炊き込みご飯ができるかなーをやってみよう。レッツクッキング。はい、前回メピリカ使い果たしたんで次はこれだ。じゃーん、山形さん、つや姫、使い切りタイプ だ、ね、新しいお米が入ったってことはこのつや姫を単体で炊いて味を確かめてみようね。いや絶対美味しいね、これ。じゃあまずはさっさとこの準備をしようと。ジョキジョキジョキ、さあ最高、大丈夫だ。つや姫 0.55 はい、いつも通り炊いていくよ。さあスピードスピード、はい、スピードこっち。はい、つや姫炊き上がって、もうよそいだよ。すごいスピード出てきたね。おー、つや姫、つやがすごいね、やっぱね。つや姫ってからすごい美味しそう、ね、なんかテカテカしてる、ね、食べてみようか。はい、いくよ。これ絶対美味しい、ご飯のせーの。シタイ君食べてる？まあ、まあ、当然だけど美味しいね。シタイ君、シタイ君、うん、粘り気が少なくてすごいね、あっさりとしてる。で、味わいもそのすっきりとした感じよりはなんかマイルドな甘みが美味しいね。そうなんだ、やっぱご飯なんかね、ものすごくコシヒカリに近いかな、ね、癖がないと言っとこうかな。つや姫、つや姫を使ってご飯ですよを入れて炊くとどうなるか。ちょっと行ってみようか。イエーイ、水につけたつや姫を投入。そして水を入れていきます。 0.5 合分入れていきます。はい、 0.5 合分の水を入れて、そして登場するのがこれ、ご飯ですよーですよー。あ、お腹で揚げる、ぐー、巻き取り、期待巻き取り、はい、巻き取り、開ける。これどれぐらい入れよっかな、シタイ君、どうなっちゃう、ね、半分ぐらい入れよっか。しょっぱいよね、絶対に。めちゃめちゃ真っ黒になるそうだよね。どうだろうね。うー、ー、ま、どんどん入れちゃおっか、ジョクジョク入れちゃおっか。わー、ざっくり、まあだいたい半分ぐらいかな。うん、半分でもすごい量だよね。まあご飯2杯分にちょうどいいぐらいを入れた感じということで、中こんなん、うん、おー、黒い。さあこれをちょっと混ぜよっか。じゃあお箸で、ごめんね、お箸で混ぜよう、お箸で混ぜよう。うわー、暗黒、暗黒が広がる。楽しみ。もしかしたらね、海苔からお水が出るのか、海苔がお水を吸うのか、ここわからないとこなんで、どうしようかな。ちょっとだけお水足そっかな。あー、シタイ君悩むな。よし、足そう。あ、足そう。シタイ君は決断が早い。意味あんのかぐらいちょびっと投入。よし、これで炊くよ。
ご飯が今日いろんなところにご飯がさあ行きますよ。ただね、さっき炊いたばっかりなんで本体がまだ熱いんだよね。魔法の箱が誤作動を起こす可能性がちょっとあるけど、うん、大爆発構わねえ、いっちまえ。はい、面押しビシッバコバコ。さあまずはあの音をみんなで待ちましょう、はい、イエーイ。はい、来ました、ボコ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 。まだ地獄じゃないんだけどね、ボコボコ音がやってきましたよ、うん、はい、現在6分31秒でございやす。さあこっからあの音を待とう。あの音ね、きた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 、懐かしいや地獄の音懐かしいんだ、みんな聞いてね。地獄になんか思い出でもあんのかな。はい、完全に地獄の音が鳴ってるのはこの9分46秒早いね。早い、いつもより早い。今回のグツグツ音は相当派手だね。地獄の4丁目ぐらい行ってるかな。1丁目から始まって4丁目まで行ってると思う。それぐらいのすごい景気のいい音ですよ。これはもう炊き上がり楽しみですよ、下井くん。おーっとの、この湯気の匂いがすごい、海苔の匂いだ、美味しそうな海苔の匂いが、美味しそうじゃないか、うん、甘辛い海苔の匂いがプーンプーンプーンですよ、プーンですよってなってるんだね。はい、炊き上がり、だいたい24分。おー、うん、さあこっから10分蒸らして完成だね。それでは皆さん10分後の世界を連れしますよ、せーの。炊きたいよ、10分たたよ、蒸らし終わったよ。さあさあさあ、黒いご飯が見られるのかな、どうなのかな。緊張のオープン、いきますよ、オープン、にゃーん、まあ、どうでしょう、茶色い黒い黒いね、黒い、黒くはない、すごい岩のりの匂いがプーンとしてるよ、すごいな、焦げ茶ご飯ができたよ、いくぜ、かきますよ、すごい美味しそうだぞ。まずは混ぜないとね、うん、ちょっと水分多いかな、おじやみたいなね、一発目入れた感じは水分多め、はい、1回目のご飯がありますよ、おい、うん、おい、でもちょっと水分多めかな、最後すごい大変そうだ ね、予想の頑張って、はい、ご飯ですよ、炊き込みご飯、わ、どうですか皆さん、うん、水分多いって言ったけど意外とそうでもない、ちゃんとしてる、お米がついたご飯みたいで美味しそうだね、うわー、もうまんべんなく岩のりが染み渡っておりますよ、でも黒くない、これはどうなんでしょう、食べてみないとね。さあ行きますよ、味が命、うんうんうん、こんだけ行こうか今日はね、行くよ、せーの、どうぞ、うん、どうですか下井くん、ね、下井くん、これは食べ方、うん、目で食べた、これはこれは、すごく甘くてうまくてネバネバしてる、なんだこれは、どういうことどういうことだ、うわー、ちょっと頭が頭混乱してる、甘い、すごい、最初の感触甘い、ちょっともうちょっと食べよっか、うん、一口目食べた時に甘いって言ったけど、うん、まず最初に浮かぶのがおこわの味、そっから岩のりの味がブワーってくるからすごい甘いの、その後お米の中に染み渡った海苔の味がじわじわってくる感じかな、だからすごくね頭がパニックする、あれこれは何って、ご飯ですよ、特有の甘さがすごいんですよ、もう一回よ、そういうことなのかな、うん、ずっとついてます、すごい美味しいんだけど、やっぱ下井くん水が多かったね、これあのね、岩海苔から水が多分出てるから、その分ね炊く時間も長くなってて、いつもより少なめに水を入れる方がいいのかな、難しいな、これ難しいとこだな、岩のりを入れたからこうねっとりしてんのか、すごいねっとりした感じ、このねっとりが岩のり特有のものなのか、ね、水を入れすぎてなったのかが分からんけど、ご飯自体は
ねっとりしてるかなって感じ。もうご飯ですよって、ね、なんかこれに例えることができない。まあ言うなればおこわのあったかいのに近いかな。うーん、そこに甘さ、ご飯ですよの甘さが、こんにちは三河屋ですって来る感じ。ご飯ですよの適量はもうちょっと少ない方がいい。これはね多すぎる。黒くしようとして多すぎたかな。じゃあ、うん、ちょっとノリのノリノリ感がすごいから、ノリのノリノリ、やっぱ適量が全ていいのかもしれないね。これをおかずにご飯食べれる。はい、ということで今回のご飯ですよを使って白米を炊くと黒ご飯ができるわ。こんなタイトルだったっけ。まあいいか。失敗、初めての失敗。茶色いな、茶色いよ。まさかの失敗、まさかの失敗ですね。ただし味は美味しいんだよ。美味しいけど失敗だね。はい、ということでシュタイ君はね、名前の由来の通りやりたいことができたらこうやってね、うん、何でもやっちゃう、何でもやっちゃう、アドベンチャーボーイなんだよ。アドベンチャー、皆さんもぜひチャンネル登録、ね、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあねー。